ドイツ系のハカプショニアノベ村、コミンテルニュースキー地区、オデッサ州、ウクライナ国会ドイツ人、またはウクライナドイツ人は、18世紀から19世紀に母国を離れ、国会の北側の領域に住み着いた民族ドイツ人である。国会ドイツ人として含まれるのは、国会エリアに由来する次のグループである。国会ドイツ人は、ボルガドイツ人とは区別される。 二つのグループはほぼ同時期に同じ理由でロシア帝国に移住した民族であるが地理的、文化的にはボルガドイツ人とは異なる。ドイツ人は1800年頃南ウクライナ及びクリミア半島に住み始めた。その時代、南ウクライナはロシア帝国の一部だった。これらの土地は オスマン帝国とクリミア半国に対する戦争に勝利した後、エカチェリーナ2世の統治したロシア帝国によって併合された。入植地の範囲はボルガドイツ人の入植範囲ほどコンパクトではなかった。むしろ複数の植民地が連なっていることが多かった。最初のドイツ人入植者は1787年にやってきた。はじめにシプロイセから後にドイツ西部、 南西ドイツ、アルザス及びワルシャワから、カソリック、ルター派、メノナイトはすべて有能な農家として知られていた。エカチェリーナ2世自身は彼らに、ロシア帝国への移住を進める、個人的な招待状を送った。国会ドイツ系難民の馬車旅、ハンガリー、1944年7月第二次世界、大戦中1917年のボルシェビキ革命と、 ソビエト連邦の成立の後、国会ドイツ人は第二次世界大戦前、ホロドモールにさらされ、ドイツ語を使用する教会を閉鎖され、学校は授業の言語をドイツ語から、ロシア語、またはウクライナ語に変更することを強制された。4万5千人のクリミアドイツ人は、国会ドイツ人と共にシュベリアとカザフスタンに追放された。多くは、 ソビエト連邦の農場の集団化の結果として国外追放された。ドイツ系農家は共産主義政権によってクラークの落印を押され集団農場へ自発的に土地を差し出すことを拒んだ者はシベリアと中央アジアに追放された。クラークの大量追放は社会的な基準に基づき人種的な基準に基づくものではなかったがドイツ系ロシア人入植者たちは おそらく、それ以外の、いかなるコミュニティより苦しめられた。1926年の国勢調査によれば、ソビエトの人口1億4700万人のおよそ1.2%が、クラークに分類されグラグに追放された。クラークとして、キャンプに送られたドイツ民族の数はおよそ5万人だった。それは、同じ国勢調査によれば、ドイツ系、 人口123万9000人の4%だった。ドイツ系は集団化が推し進められている時期に多数が追放された唯一の民族グループというわけではなかった。同じくらい多くのポーランド人も同じ運命に苦しめられた。しかし、ドイツ系がソビエト連邦内で国内追放された単一では最大の外国系マイノリティを成していた。多くのソビエト当局が すべてのドイツ系農家をクラークとして考えていたため、ドイツ系コミュニティに対する大きな偏見があったことが明らかになった。ドイツによる侵略期1941年6月22日のヒトラーによるソビエト連邦への侵略後、ソビエト指導部はソビエト連邦の西部地域からすべてのドイツ民族を立ちのかせることを決定した。最高会議は最初の立ちのきを命令した。 だが、決して戻ることは許されなかったので、事実上追放だった。クリミアから、すべてのドイツ民族を追放するための行動は1941年8月15日に始まった。命令には、老人は立ち退かせてはならないとあったが、すべての人が追放された。最初は、スタブロポリへ、続いて、南東ウクライナのロストフナ、ドヌエだが最後に全員が、 収容所かカザフスタンの特別入植地に送られた。追放される者たちには、荷造りに3から4時間しか与えられず、どこへ向かうのか、どのぐらいの期間止まるのか、どのぐらいの食料が必要か、教えられることはなかった。多くの者にとって、結果は飢餓だった。しかも、混乱のせいで、多くの家族がバラバラになった。この時、 総計でおよそ6万人のドイツ民族がクリミアから追放された。国会ドイツ人の大多数はドイツ軍の迅速な侵攻のおかげで立ち退きを免れたが、スターリンはそれでもドニプロ川の東に居住するドイツ系を逮捕、追放するのに十分な時間を持っていた。1941年9月25日から10月10日までの 期間10万5千人のドイツ民族がこの地域から追放された。ソビエト政府が1941年8月15日から12月25日までにシベリアと中央アジアへ追放した総数で言えばドイツ系ロシア人85万6千人だった。この数字には共産党とコムソモールのメンバーが数多く含まれている。数字区国は戦争開始後数ヶ月間で ソビエトの領土を素早く占領したため、ソビエト政権は国土の西部から大半のドイツ民族を立ちのかせることができなかった。二州クライナ、ボルイーニ、及び国会地域のドイツ系住民の町と村はすべてナチスドイツの支配下に置かれた。ソビエトによる反抗期1942年から1943年にかけての陶記 スターリングラードでのドイツ軍の敗北で、赤軍はドイツ占領地域の奪還を伴う攻勢を開始した。SS 長官、ハインリヒヒムラーはすべてのドイツ民族を引き上げさせ、第三帝国に帰還させる決定をした。帰還は北高カサス内に散らばったドイツ系コミュニティで始まり、1943年2月に1万1000人が移された。その直後、 4万人のドイツ系ロシア人はドン川とドニプロ川に挟まれた地域から西方へ移された。1943年10月にソビエト軍がドニプロ川に近づいた時、総計およそ3万5千人のコルティザメドナイトのコミュニティは逃亡せねばならなかった。10月に4万5千人のボルイーニから来たドイツ民族は再び去らねばならなかった。 しかも1944年2月までに赤軍を止めることはできないことが南ウクライナのドイツ系にとってが明らかになり彼らは避難を始めた。およそ13万5千人が西部に逃げた。28万人と見積もられているドイツ民族はソビエトから成功裏に脱出した。その数は1943年の帝国国勢調査によれば戸籍のある ドイツ系人口のほぼ90%に相当する。ヤルタ協定の本国機関に関する付属文書に基づき、アメリカとソビエトは戦争終結時点の各々のの国に帰還させることに同意した。ドイツによってソビエトから移住させられたほぼ30万人のドイツ民族のうち、およそ20万人が西ポーランドのバルテガウから逃亡してきた時か、占領下のドイツからソビエトへ、 強制送還された時点で捕らえられ、赤軍によってグラグに送られた。オデッサキシナウロストフナ、ドヌセバストポリドニプロペトローシクグラクストル、グロスリービントルベレサンクチャーガンプラシブバージョンスク、ゼキャッテリーノスロープレーナーコローニンクローナを、クリンドイッシュマラッチナチャタイザ、国会周辺地図国会ドイツ人入植地を赤丸で、 示した青丸のカタカナ地名は比較要約中、以下、ウクライナ語地名のラテン本字の多くは、ドイツ式参考、ウクライナ語のラテン本字1809年、グリュックスタール入植地の地図オデッサー付近の、グロースリーベンタール入植地付近の地図黒丸が、入植地1912年モロチュナ入植地の地図、ドネツクの南マキシモビチの入植地。ありがとうございます。